それでは競技ナンバー19番 PD グランプリカップスタンダード決勝戦を行います。まず一組ずつワルツの45秒のイントロデュースダンスを踊っていただきます。背番号2番北田義樹、北田千代組です。The first time you kissed me at the end of our street, the gas lamp shone above us, young lovers we meet. But the old town has gone now, and it's winter too soon. Still we walked beneath our背番号8番山崎啓太、山崎美奈子組、エムズダンスアカデミー。10番久保田由美也、徳野夏実組、チーム由美也北海道。Without you to hold me and heal my heart, to guide me and keep meFrom falling apart, my life is so empty, so hollow and cold. Footsteps and echoes of nowhere to go. Without you.背番号13番高橋和正、高橋幸子組、去って K&Y ダンスクラブ。17番山本武史、木島智美組、リベラダンス。
上のメンバーで決勝を踊っていただきます。ここで1分間のインターバルをさせていただきます。本日の提供のプレゼント紹介をさせていただきます。谷口小雄堂様より本日出場者全組に友禅師扇子の提供があります。また本日の決勝戦入賞者には谷口小雄堂様より教えバックハンガーと強扇子風神雷神の提供があります。皆様楽しみに頑張って踊ってください。さあそろそろ1分が経とうとしております。はい、お時間になりました。石本でいいんだ。はい、これなったかなった。はい、それでは踊っていただきましょう。ワルツ。Stand up. Stand on your.Does it say I have to move far away from you to prove I'm strong? Oh, when all it really proves is I'm lonely without you, and loneliness.ありがとうございました。それでは続いて2曲目踊っていただきましょう。タンゴ。ありがとうございました。それではここで前半3組の選手のご紹介をさせていただきます。背番号2番北田
北田組、拍手をお願いいたします。8番山崎石本組、先ほどお名前の呼び違いがございました、失礼いたしました。10番久保田徳之組、後半3組はスローフォックストロットの後にご紹介させていただきます。さあ、水分補給とかいかがですか、大丈夫でしょうか。それでは踊っていただきましょう。ビーニーズワルツ、When you feel like you're ready to go Somewhere you've never been Make a wish and the dream in you grows Shining as bright as day Carrying you far away The story begins with a light in your heart A fantasy, a dream and a spark Once you believe You are the glow You are the glow Look around, take in all that you see You just might be surprised A world of enchantment and pure majesty ありがとうございました。さあ、続いて4曲目踊っていただきます。スローフォックストロット、I can't believe it You're a dreamありがとうございました。それでは後半3組の選手のご紹介をさせていただきます。13番高橋組、17番山本木島組、そして18番グザー太田組。さあ、この6組の選手の中から優勝者、すぐに
この後すぐにまた優勝者の方にオナーダンスを踊っていただきます。どなたがどなたに踊っていただきますでしょうか。皆さん楽しみですね。さあそれでは最後の種目、元気いっぱい踊っていただきましょう。クイックステップ。ありがとうございました。皆様大きな拍手をお願いいたします。5種目踊り切りました。お疲れ様でした。決勝に残られました6組の選手にもう一度大きな拍手をお願いいたします。選手の皆様お疲れ様でした。ありがとうございます。皆様お疲れ様でした。ありがとうございます。素晴らしいダンスを見せていただきました。JDSF セーブブロックではウクライナにおける PD グランプリカップスタンダード決勝の優勝者の発表です。PD グランプリカップ優勝者は背番号18番グザーオレクシー・オータ・リカコ組です。ビズメディアです。おめでとうございます。踊っていただきますのはスローフォックストロットです。Stands. I'm a man who must be
ございました。本日の BB グランプリカップスタンダード優勝者は背番号18番、宇沢オレクシー太田ゆかこ君でした。皆様本当にありがとうございます。笑顔いっぱいのダンスを見せていただきました。ありがとうございます。それではただいまより表彰式を。JDSF 西部ブロックではウクライナにおけるとても悲しい現状に対して人道支援のための寄付とウクライナの人々に向けた支援を行っております。そこで今回この京都グランプリにも出場されていますオレクシー・グザー選手よりこの寄付と支援に対してぜひ皆様へお礼の挨拶をされたいということでこの場をお借りしてご挨拶をしていただきたいと思います。それではオレクシー選手よろしくお願いします。オレクシー選手、太田理香子さん、本日はありがとうございます。私どもですね、このグランプリを開催するにあたりまして何かこのウクライナのことについてできないかというふうに、話をさせていただいたところですね、ぜひ募金ボックスを置いていただいて、ウクライナの、今後の復興のためにですね、役立てたいというふうに、お話をいただきました。それで私ども、西部ブロックといたしまして滋賀県それと京都大阪和歌山と各協議会におきましてずっと、募金活動を行って、そして、今日ですねこの日を、迎えました。まだ募金ボックス、受付の方にございますのでぜひご協力いただきたいというふうに、思います。それから今日、プログラムの裏表紙を見ていただいたら分かるんですけれども写真の注文があります。普段、京都の大会では写真を無料でダウンロードできるようになっているんですが今回は、ウクライナへの支援ということで有料で申し込みをいただいて、その利益をですねウクライナ募金に加えさせていただきたいと思いますので皆さんこの大会の写真をですねぜひご注文いただきたい。特に、オレクシー選手の注文いただきたいというふうに思いますのでぜひよろしく、お願いいたします。それではですね、ちょっと贈呈をさせていただきます。皆様こんばんは。こんにちは。I must say today for me was been so difficult. Sorry, it was been so difficult for me to prepare for this competition because in the last 1 month I was been all online with my mom. この今日の試合に出るのがすごく準備が大変でして、この1ヶ月今以上経ちますけれども毎日のようにお母さんと電話していたんですね。Yes, also I must say it's a huge thing change in my life, in Ukraine life. ウクライナでの生活がすごく変わりました。So, what I mean is, if somebody will ask me 1 year ago, or if I will tell I'm from Ukraine, nobody knows where is Ukraine.ウクライナ出身って言っても誰も分かんなかったと思うんですね。1年前だったら。Yes, so if you notice for 1 month,
the world for Ukraine life is turned around. So it was so difficult for me being to prepare for this competition because of this a lot of new things.本当にあの本当にいろんな新しいいろんなことがあの変わりすぎててすごくこの1ヶ月間とかこの試合にの準備にすごく時間がかかってました。すごく。Yes. That's why we said to organizers, we're not sure we're going to participate or not. あの谷口さんの方にもあのこの試合にはエントリーしたんですけれども分からないかもしれない出れないかもしれないと気持ちがちゃんといい気持ちでないのに皆さんにいい踊りは見せれるわけないと思っていてすごく悩んでいました。But since my mom noticed that maybe we will not participate this competition, she said to me, do whatever you can, but you have to bring smile on the floor in this day in Japan. オレキシーのお母さんが試合に出るんだったら笑顔を届けなさいと彼のお母さんがそう言ってくれて、うん、じゃあ頑張ろうっていう笑顔を届けなきゃいけない私たちがそのためにあのウクライナの国籍から日本の国籍に変わったんですよ震災があった時にあの時に笑顔を届けたかったのでそれ以外のものを届けちゃいけないと思っているんで Yes, so for this whole period of preparation for me, for us was been so huge challengeto deliver this happiness for all of you because Ukraine feels so huge support from Japan and すごいありがたい。すごくあのこの笑顔にするってことを目的でこれからも頑張りますというのとあのすごくいろんな方から寄付支援いただいてますでウクライナの子どもたちもいろんなところに今送っています本当に皆さんのあの本当に日本全国の皆さんですあの。関西すべて、すべてなんです。すべての皆さん、今日も T シャツ着てくださってる方がいます。本当に皆様のおかげで、今 T シャツの方、チャリティーだけで1000万以上のチャリティーのお金が集まっています。本当にそれも皆さん、本当にありがとうございます。使わせていただきます、大切に。Yes, sorry we are so long because we have a lot of to say. And thank you so much again for your support. Believe us, we're gonna deliver this support.To all dancers, to all kids from Ukraine, which is now live outside of Ukraine. あのすごくすごく最後長くなってしまってすいません。皆さんからいただいたこの元気だとか勇気だとかすべてでいただいたものを今ウクライナでウクライナ外にいる子どもたちに届けていきたいなと思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。これからもあのまだまだ続いているんですけれどもこれからも皆さんあのよろしくお願いいたします私たちも皆さんと一緒に頑張っていきますすみませんありがとうございます笑顔に笑顔でいきましょう今日は天気がいいですあと楽しんでくださいあのすみません京都はキーフの姉妹市なので後で行きたいと思いますありがとうございますありがとうございました募金の方は引き続き行ってお願いしておりますので皆様の温かいご協力をよろしくお願いいたします。